はい、1月5日から9日までは第67項、セリすなわち逆うです。空気が冴えて澄み渡るようになり、セリが盛んに伸びる頃、セリは春の七草の一つです。ということで、七草ですね。1月7日の朝、七草の野菜の入った貝を食べ、健康を願う風習で、おせち料理に疲れた胃を休める意味もあります。春の七草は、セリ、ナズナ、五行、運べら、仏の座、鈴なするし、鈴代です。はい。ということで、まあ結構ね、スーパーとかに並んでることもあるんですけれども、皆さんは召し上がられますでしょうか？私はちょっと昔、図鑑を持ちながらですね、あぜ道とかですね、自分の、家の畑とかから、七草をですね、まあ、蒸して集めて七草粥を作った覚えがありますけれども、本当ね、お正月でどうしてもね、食べ過ぎ飲み過ぎでちょっとポチャッとしてきたりとかですね、胃がもたれてくる頃に本当にちょうどいい七草粥かなと思います。はい。であとですね、この時期ですね、1月5日から2月3日まで、まあ、節分までがですね、寒の内になります。現在の元旦はその直前にあたるため、穏やかな晴天に恵まれ、初詣日和になることが多いです。気温がぐっと下がるのが肌身で実感できる寒の入り。寒なぎは、寒中でも風がなく穏やかな天気です。寒晴れ、寒日和とも言います。ということで、本当にぐっとね、気温が下がってきて、ちょっとね、雪が年末とかパラパラね、してきたりとかも、この岡山でもしてたんですけども、皆さんお風邪とかひかれてらっしゃらないでしょうか。はい。で、まあ、七草粥を食べてですね、胃腸のと調子も整えて、まあ、もう、初でも終わられてる方いらっしゃると思うんですけども、1月もお元気でお過ごしいただけたらと思います。それでは失礼いたします。